リーゆえにはリー祭とゆえ祭の二系統の流派がある。リーゆえの美食を楽しむには箸の練習をした方がいいぞ。それで、支払いに関しては、皆さんこんにちは、原神勝利のキャラクターボイスを担当しております前野智明です。いや、最初に画面を見せていただいた時に、あ、これは絶対に面白い作品だなと確信を持って思いましたね。私もダウンロードして、移動中とかに遊ばせていただいています。プレイステーション4版もね、ダウンロードしましたよ。やっぱりコントローラーとスマホのタッチの違いが両方楽しめていいですね。なんでしょうね、もう行くとこまで来たな、ゲームの進化がもう行くところまで来たなと本当思いましたね。オープンワールドで自由に行けますし、やれることも非常に多いですし、ストーリーもね、やっぱり進めたいなと思いつつも、やっぱりいろんな寄り道しても楽しめるし、本当に何でしょう、無限に楽しめる作品がこのように誕生したなと思いましたね。はい、そうですね、すごくシュッとしてて、いろんな能力が高いキャラクターで、やはりこういうかっこいい男性っていうのはね、演じててもすごく楽しいし嬉しいですし、最初の収録の時にお伺いしたんですけど、キャラデザの段階からこのキャラクターは前野さんにやっていただきたいっていうご意見がスタッフさんの方からあったということで、非常にありがたく思っていますね。そしていざね、勝利がゲーム内で登場した時に、何でしょうね、多くのユーザーの方が前野っぽいと思ったら本当に前野だったみたいな、そういうご意見を結構目にしましたし、いや、ありがたい限りですね。でね、勝利もね、満を持して実装されるということで、非常に僕も楽しみにしていますし、何でしょうね、彼はね、すごい知識が深いんですよ。いろんな、もう本当に博識ですし、それでいて温厚な性格ですし、見習わなきゃいけないところが本当にたくさんあるキャラクターですね。まあ、これからどんどんね、勝利のこともきっと深く知る機会あると思うんで、知れば知るほど好きになるキャラクターだなと思いますね。はい、そうですね、前後の変化だと、まあ、最初は本当に完全無欠な方なのかなというふうな印象だったんですけど、まあ、そのモラの支払い能力だったりとかっていうのが、まあ、非常に、なんていうんですかポンコツじゃないですけども、非常にね、可愛らしい一面もあって、そのギャップがすごく可愛いキャラクターだなと思いましたね。なので、まあ、セリフとかも撮らせていただくんですけれども、このシーンはちょっとごまかすようなニュアンスでみたいな、そういうディレクションも入れはい、受けさせていただきましたし、何でしょうね、博識ですごい力を持っているにもかかわらず、そういうちょっと抜けているところがあるっていうのが可愛らしいキャラクターで、何でしょうね、よりだから演じたことによって人間味が増したというか、親近感をね、どこか感じられる部分もあって、キャラクター的にはすごい遠い位置にいるんですけれども、なんか心の距離は近く感じたりとか、本当に不思議なキャラクターだなと思います。まあ、似てる部分はほぼないですけど、何でしょうね、彼はすごく自分自身を律することも非常に得意じゃないですか。でもね、僕ね、自分自身を律すること苦手なんですよ。やっぱね、ちょっと今日はお酒控えようかなとか思ってても、ついつい飲んじゃったりもしちゃうし、そういうね、自分自身を律する部分っていうのはちょっと勝利を見習いたいなと思いますね。あとでもね、何でしょうね、僕も結構ね、ちゃんとしてるとか真面目っぽいとかって言われること多いんですけど、まあどっかしら抜けてるところもあるんで、そういうところはちょっと勝利に似てるのかなと思いますね。はい、気になるキャラクター、そうですね、やっぱり僕はタルタリアかなと思いますね。良平くんがね、 CV を担当されているキャラクターなんですけれども、まあ皆さんの反響とかも見ている限りだと、結構やっぱり勝利もすごい使いたい、タルタリアも使いたいっていうご意見が多くて、ね、勝利と行動を共にする機会も多いキャラクターですし、なんか延命いたものは感じていますね。またね、良平くんがね、
すごいね、面白いいい表現をされてるんですよ。ぜひね、あの皆さん、あのタルタリア、そしてあの勝利もね、ゲーム内でご贔屓にしていただければなと思います。そうですね、あの義継演じる翔というキャラクターもね、勝利と深い縁があるんじゃなかろうかと思われるキャラクターですし、なんかね、あの翔もね、今後いろんな展開がもしかしたらあるのかなっていうのを考えると、義継とはね、そういう間柄の関係性のキャラクターを演じることが意外と多いので、翔にもね、そういう縁めいたものは感じていますね。そうですね、原神の世界でやりたいことたくさんありますよ。あの序盤で手に入る羽で自由に滑空してみたいですしね、あれいいですよね。高いところからピョンって降りてビョーンっていける、あれはやってみたいし、あとね、僕ね、意外とこういうオープンワールドのゲームで料理作るのがすごい好きなんですよ。で、原神の中でもそういう料理システムありますし、なのでね、フィールドに落ちてる、まあ、キノコだったり果物だったりっていうのを取って特定の場所でね、料理をしたりとか、そういうのやってみたいなと思いますね。料理あるとね、回復にもなりますしね、非常におすすめです。はい、あ、もうすぐ勝利の誕生日が近いということでね、もうちょっと早いですけれども、勝利誕生日おめでとうございますね。何歳になったんですか？6000ん、何歳？あー、まあでもね、そんだけやっぱり、長い年月生きていてもね、やっぱり誕生日っていうのは特別な日だと思いますんで、ぜひね、自分自身にね、ご褒美をあげていただければなと思います。31日ということなんでね、まあ皆さんは年末慌ただしい時間をお過ごしかもしれませんけれども、そんな勝利の誕生日ということなので、ぜひ何かしらで勝利をお祝いしていただければ嬉しいですし、ゲーム内でね、もちろん勝利をたくさん可愛がってお祝いしていただくのも結構ですし、現実でケーキを買ってお祝いしていただくのも結構ですし、ぜひね、いろんな方法で勝利の誕生日を祝ってあげてください。勝利誕生日おめでとう。はい、ということで、本当にいつも原神を応援してくださってありがとうございます。本当にこの作品、無限の可能性にあふれている作品ですので、皆様なりの自由な遊び方ができて、本当に終わりがない、コンテンツだと思っております。なのでですね、皆さんも自分なりの楽しみ方を見つけて、原神をぜひこれからも楽しんでいただければいいなと思っております。本当に何でしょうね、基本無料でプレイすることができますのでね、ぜひ皆さん気になっているという方はこれを機に、始めてみてください。そして原神の世界をたくさん楽しんでいただけたら嬉しいです。そして何回も言いますけど、勝利をたくさん可愛がってあげてください。ではゲーム内で勝利としてまたお会いしましょう。勝利 CV 前野智明でした。バイバイ。